1903年の鉄道生産処置図。ヘールズ応援鉄道は右の図に緑と黄色の縞模様で表現されている。ダウリーデル高架橋の上をロングブリッジ方面へ進むヘールズ応援鉄道の蒸気機関車。ヘールズ応援鉄道はイングランド中部、現在のウェストミッドランズ州でオールドヒル駅からロングブリッジまでを結んでいた標準機の鉄道。 ヘールロンマは1964年に、オールドヒルヘール館は1969年に廃止された。ヘールズ応援鉄道は厳密には、オールドヒルヘール館がグレートウェスタン鉄道の支線であり、その先でヘールロン間を1883年9月10日に、グレートウェスタン鉄道とミッドランド鉄道の共同事業として開業したものであった。両社は一体となって運用され、 ヘールズ応援鉄道として知られていた。その後1923年にロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の一部となった。ヘールズ応援鉄道は旅客鉄道としては比較的短い歴史で終わってしまった路線であり、全線で定期便の運行が行われたのは1919 19年4月までであった。その後もヘールズ応援と オールドヒルの間の定期便の運行は1927年12月5日まで行われた。それ以降、廃止まではロングブリッジのオースチンの自動車工場への通勤専用列車や貨物列車が運行された。ロングブリッジからオールドヒルへの通勤専用列車は1958年8月29日に、 バーミンガムニューストリート駅への通勤専用列車は1960年1月1日に廃止された。路線としてのヘールロンマは1964年に廃止され、有名だったダウリーデルのトレッスル橋による高架橋も1965年に撤去された。オールドヒルヘール間は1969年10月1日に廃止された。ありがとうございます。